特別定額給付金、全国民への給付っていうのはね、第3次補正予算で盛り込まれなかったのかなと思います。まあやっても無駄だったのかなっていうところもありますし、まあ私が考えるにね、多分ダメなんじゃないかなっていう気持ちが、そのダメをダメじゃないに変えようというエネルギーに、ね、なってるんですよね。だから最初からこれ絶対出るよってなると活動してなかったと思うんですよ。そういう意味も込めて今回はね、コメントを一緒に皆さんと読んでいこうと思います。それでは特別定額給付金出るのか出ないのか分かりませんけども、出ないのかもしれないなっていうところで、じゃあ私たちが出ないを出るに変えてやろう、無理を無理じゃないに変えてやろうというね、そういうふうな思いで今回もコメントを読まさせていただきます。それではいきますね、スタート。はい、さゆりさん、全く前代未聞で呆れるしかないですね。そうですね、でも呆れてばかりはいりません。もうだったらどうするっていうエネルギーに私はすぐ変えてしまうんですよね。ありがとうございます。赤秋さんですかね、趣味赤、あ、役立たずで自分勝手で無能な政府当てにしても無駄ですね。コロナに負けないように自分で生きていきながら働くしかありません。はい、それも本当にその通りです。結局ね、政府に、期待して、例えばね、特別定額給付金が15万出ましたって言っても、次の月にはどうせまた足りなくなるんで、また欲しくなるんですよ。ということは、一瞬助けてもらっても、結局は大半は自分の力で生きていかないといけないんで、まあ要求もしながらね、自分の力もやっぱり試していかないといけないというところもありますね。はい、草加さん、久保さんありがとうございます。その通りです。諦めず頑張りましょう。何事もなせばなります。もし給付金がダメでも、政府に手たらくがあります。今後これから先も政府を皆さんで叩けば、また国民に叩かれると思い知らせましょう。皆さん、久保さん筆頭に負けず頑張りましょう。我だけはなく皆さんで手をつないだつもりで苦しんでいる人たちを助けましょう。必ず貸しましょう。はい、そうですね、こういうふうなね、政府への要求とか政府への、まあ、文句を通じて私たち知り合いました。手をつないだつもりで何かをトライしていきましょう。まあ何かっていうのがなんか見えてこないですけどね、これからも言いたいことは言っていきましょう。やれることはやっていきましょう。それだけかなと思いますね。はい、クリスタルソードさん、給付金を期待するだけ無駄か。そうですね、無駄な部分もありますんで、この無駄を無駄じゃないように変えていくためにね、またなんか探していきたいなと思います。いつもねありがとうございます。次、これはね、何と言えばいいですかね、直江さん、政府がやらない動かないなら独自で他の市が給付金出す市が出てきますね。そうですね、今度はね、皆さんお住まいの地方自治体とかね、県とか市とか府に呼びかけてみたらどうですかね。国がやらないから市でやってくださいよとかね、町でやってくださいよって感じで、国がダメだから諦める、それで終わりじゃなくて、身近な市区町村に呼びかけるってことはどうですかね。やれると思うんですよ。やっていきましょう。まさかりさん、南の帝王のように相手の口に手を突っ込んで内臓ごと税金という名の食い物を全部吐き出させたら、過激なこと書いてますけどもね。まあでもそういうふうな気持ちで、本当にね、憎しみをぶつけるわけではないんですけども、要求を上げていければなと思っております。純也さん、おはようございます。諦めたら終わりですからね。ガンガン電話メールします。年末までにまとまったお金が欲しいですからね。その通りですね。うん。まあ、ポイントサイトも考えておいてください。あそこでもね、まとまったお金できますんでね。はい、よろしくお願いします。無理ならやめとけ。いや、無理だからやるんですよ。最初からね、全然できますよ、その通りですよ、もう 100% 大丈夫ですよ、確定ですよって言ったら、私はこういうことをやってません。無理だと思うから、その無理の扉を開けようとしてね、悪あがきしております。もうね、昭和の人間ですね、私もね。ありがとうございます。富江さん、菅総理は麻生さんの家来ですか。12月のいつから国民は落ち込んで、正月もできないと言ってるのに、あなたたちはゆっくりと年末過ごせます。寝床で、賞与はいらないでしょう。菅総理は麻生さんの家来ですか。5万円か10万円、5万円は一律出してほしいです。菅総理にお願いします。はい、どんどんね、要求を上げていきましょう。今回の要求が通らなくても、年明けのまたね、経済対策がありますんでね、そこでもうぶちかますこともできます。はい、ありがとうございます。まあ政府のやつらは困っていないっていうことでしかない。こちらの動画アップされている方、活動の方頑張ってください。頑張ります。本当にね、私はね、どんな時でもね、ダメだからやらないってことはないです。ダメだったら余計やりますからね。はい、江口さん、自民公明筆頭に全国会議は国民に11月から毎月1人20万円の特別給付金を毎月国民に給付できないことを恥じて反省しなければならない。本当そうですよね。もっと言ってやってください。 MM さん、自民より共産党に投票する人が増えそう。地元は自民より共産党です。共産党ってどんな党なんですかね。ちょっとまたよろしかったら教えてください。村田さん、次の選挙には自民党には入れない。自民党惨敗しろ。おー、そうですね、そういうふうに突き上げていきましょう。小金虫さん、だったら国民一丸で日本の政治家は中国に買収されてると言いましょう。
本当に買収されてるんじゃないですかね。もう困ったもんですね。定額給付金出さないのは中国スパイの遊び金しか思えないし、仮に出したら政治家は暗殺されるんだよ。政治家は、中身中国に買収されてるんだよ。いくらぐらいで買収されてるのかな。儲かるんですかね、やっぱり、ね、中国に買収されたら。どうでしょうか。やっぱり中国のスパイが入ってるんだ、久保さん確定ですよ。うわ本当ですか、怖いですね。あ、ちょっとね、カーソルが行かないですね、すいません。カーソルが行かないんで、あと2件あるんですけども、フリーハンドで読まさせていただきますね。とりあえずこちらの画面切り替えは終わりにさせていただいて、あと2つコメントが入ってるんですよ。あと2つね。1つはね、給付金配りましょうと言ってるやつがスパイグループの一員という、ちょっと待ってください、なんだこれ。給付金配りましょうと言ってるやつがスパイグループの一員というね。日本は南海トラフ巨大地震が確実に起こる、今の日じゃない甚大な被害があるのに困窮している、生きていけない、頑張れよ、東日本大震災被災者より。これちょっとすいません、どういう意味かわからないんですけども、まあ、この方が言われるには、被災しても頑張って生きてるんだからみんな頑張れよということですかね。まあ人それぞれ捉え方はあると思いますが、コメントの方ありがとうございます。まあ少なくともね、私たちはこのコメント欄で叩き合ったりとかね、論破し合ったりって、そういう、まあ、私たちが足を引っ張り合ってもしょうがないんで、ぜひね、まあ叩くべき相手といいますかね、戦うべき相手は強いものに対して力を向けていくってことで、まあ足の引っ張り合いはしないようにしたいなと思いますけども、そういうつもりはないと思いますからね。これからもコメントお願いします。最後お一人ですね。大室さん、その通りですね、毎日活動してます、諦めず頑張りましょう。この前官邸から返信ありました。見てますよと。はい、官邸にメールを送るとこれ確実に読まれます。確実に読まれるということは、こんな類のメールが最近多いですよっていうふうに菅総理に伝わるってことなんですよ。こういうふうなね、小さい可能性から私たちは自分たちの要求を通していくように、まあ、やっていくしかないかなと思います。他にもいいアイデアがありましたらね、ぜひ教えてください。久保さんが政党を作ったらついていくのにとか、ね、でもそれでも構いませんし、令和新選組にみんなでね、応援に行きましょうでもいいと思いますし、 N 国党をぶっ壊せでも何でも構いませんのでね、なんかいいアイデアがありましたら、これからもご教授ください。それでは以上です。ありがとうございました。